田中哲司が浮気しても仲間由紀恵が離婚しないのはなぜ。実は田中哲司さんは芸能界でも有名な女癖の悪い人だったそうです。仲間由紀恵さんと付き合ってすぐも浮気疑惑が浮上、合コンに行ったり一般女性をお持ち帰りしたなんて噂もあります。そのことに仲間由紀恵さんも結婚前から悩んでいたそうです。しかし仲間由紀恵さんが田中哲司さんのことをベタ惚れだったそうなので、浮気は病気だから治らないという人もいるように、なかなか治るものでもないと思います。そのことで悩んでいたから挙式も披露宴をしなかったのでしょうか。実際結婚しても女癖は治らず、田中哲司さんの不倫騒動が報じられました。お相手は超有名なヘアスタイリストの女性だそうです。ちょうど仲間由紀恵さんが仕事で日本を離れていた時で、3年目の浮気と言われていました。しかしいくら浮気されても離婚しない仲間由紀恵さん、一体なぜなのでしょう。一部では仲間由紀恵さんが田中哲司さんにベタ惚れなんだとか。